海軍の懸賞金。現在物語も佳境に差し掛かり、ルフィたちの新しい懸賞金も明らかになったワンピース。第1056話でバギーを頂点としたクロスギルドが結成され、なんと海兵に懸賞金をつけるという驚愕のシステムが明かされました。そこで一つ気になることとして、海軍に懸賞金をつけたら一体どのくらいになるのかということで、今回はですね、モンキー・ディ・ガープ、戦国、ツール、坂月、ボルサリーノ、一生、荒牧、スモーカー、コビー、タシキ、ヒナ、戦闘丸、クザン、ゼファー、ベルゴ、ドンキョーテ、ロシナンテに独断と偏見で懸賞金をつけていきたいと思います。ということで、今回は海軍の懸賞金について徹底考察したいと思います。なお、ワンピース第1056話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。現状第1056話時点ではクロスギルドがどのような仕組みで海兵に懸賞金をつけているのか明かされていません。よってですね、海賊に懸賞金をつける方法を参考にしながら、そこに海兵に懸賞金をつける上で重要な要素を入れて懸賞金を考察していこうと思います。またご意見や反論があると思いますので、あらかじめ話しておきますと、懸賞金を考察する上で最低でもこのぐらいになるだろう、もしくは最高でもこのぐらいになるだろうという感じで、ある程度予測の範囲があるとしたら、最高だとこのぐらいという全体的に高めの金額で今回は考察していきたいと思います。ワンピースの世界において、世界政府が海賊や革命家、その他犯罪者にかけるのが懸賞金。パッと見でも分かる通り、懸賞金が高いほどその犯罪者の戦闘力も比例して高くなります。しかし、いわゆるジャンプ伝統の戦闘力の数値化とは違って、そこには小田先生なりのアレンジが加えられているんです。懸賞金の額は何もそいつの強さだけを表すものじゃない、政府に及ぼす危険度を示す数値でもある。第320話で元海軍大将青木事故と九山がこう語るように、戦闘力と世界政府に対する危険度の高さを加味して懸賞金の手配書が作られることになるんです。それでは海軍の懸賞金額を考察する前に、懸賞金額を導き出す上の前提条件を整理したいと思います。懸賞金の額は何もそいつの強さだけを表すものじゃない、政府に及ぼす危険度を示す数値でもある。第320話の青木氏の発言によると、懸賞金の額は強さと政府に及ぼす危険度が考慮されていることが明らかになっています。しかし、海軍は世界政府直轄の組織なので、海軍の懸賞金を考慮する上で政府に及ぼす危険度は考えにくい。よってですね、政府に及ぼす危険度に代わって思想の危険度を考慮することとしています。ということでですね、強さ、思想の危険度、この2つの大きな軸に沿って考えていきます。では、強さを判断する上での要素はどのようなものがあるのでしょうか。まず1つ目の要素としては階級が考えられます。海賊の場合には序列がはっきりしておらず、四皇、七部会、それ以外のようにかなり緩い区別しかされていないので、直接対決がない場合に強さで序列をつけることがかなり難しいんですが、海軍の場合にはですね、階級制度が浸透していてかなり細かい序列がつけられているので、この序列によって大まかな強さの序列を募ることが可能となります。次に2つ目の要素が戦歴です。どんな相手と戦ったのか、その戦いの戦況が優勢だったか劣勢だったのかといったですね、観点から強さを測ることができるので、それらの観点を含めた戦歴によって懸賞金額を見積もることが可能といいます。次に3つ目の要素が統率力です。強さを判断する上ではですね、個人の戦闘力が最も大きな要素だと言えるんですが、その人物が率いる組織がどのぐらい脅威になるかといった点も一つの大事な要素になっていると思われます。よってですね、知略に長けているのか、どれくらい人望があるのかという点からですね、統率力を導き出し、強さを測る材料にしていきたいと思います。では次に、思想の危険度を判断する上での要素は一体どのようなものがあるのでしょうか。まず一つ目の要素としては正義が挙げられます。海軍本部中将以上の階級についている人物は自分なりの正義を掲げていることが多いんですが、その正義の内容からですね、思想の危険度を測ることができると思われます。また正義の内容が明らかになっていない人物も、これまでの行動の特徴から正義の方向性を予想することが可能、その予想に基づいて危険度を判断していきます。そしてどのような場合に思想が危険だと言えるかというと、正義の内容が強硬的であること、このような場合には危険な思想を持っていると判断しています。次に2つ目の要素としては忠誠心の低さ。海軍は厳格な階級制度が敷かれているので、本来上からの命令には絶対従わなければなりません。よってですね、忠実に命令を執行するような忠誠心の高い人物の場合、予想もつかないような大それたことはしないので、必然的に危険度の評価は低くなります。一方で上からの命令に従わず個人での行動が多いような忠誠心の低い人物の場合、予想もつかないようなとんでもない行動を取る可能性も否定できないので、危険度の評価は高くなります。次に3つ目の要素としては民間人への悪影響が挙げられます。第498話のシャッキーの発言によると、シャボンディ諸島編時点でですね、キッドの懸賞金がルフィの懸賞金よりも高かったのは民間人に多大な被害を与えていたから。しかし海軍本部はですね、民間人を守るための組織なので、民間人に被害を与えることは滅多にありません。よってですね、民間人への被害ではなく民間人への悪影響として考慮していきます。
さらに現在明らかになっている海賊の懸賞金額を見ると小田先生の遊び心が隠されていることわかりますよね。例えばロジャーの懸賞金は55億6480万ベリーなんですが、この6480にはロジアが隠されています。また白ひげの懸賞金は50億4600万ベリーなんですが、46には白が隠されている。そのためですね、具体的な懸賞金額を決めるにはここまで説明した6つの要素に加え語呂合わせなども考慮していきます。ということで懸賞金額の考慮要素をまとめるとこんな感じです。強さに関しては階級、戦歴、統率力、思想の危険度に関しては正義、忠誠心の低さ、民間人への悪影響、そして最後に語呂合わせです。ではそれぞれのキャラクターを評価していきましょう。海軍の英雄として称賛されているガープですが、果たして前世紀のガープの懸賞金はどのくらいの金額になるのでしょうか。まずは階級についてです。ガープは現在中将を務めています。しかしガープは何度も昇進を打診されているにもかかわらず、天竜人の部下になりたくないという理由で拒否し続けているので、本来大将以上の器を持っていると言えます。次に戦歴について、ガープといえば鎮座を倒したり金獅子の式を戦国と一緒に倒したりと輝かしい戦歴を誇っているんですが、何よりも注目すべきはゴッドバレ事件。この事件でガープはロジャーと手を組み、世界最強の海賊団として名を馳せていたロックス海賊団を壊滅に追い込んでいるんです。次に統率力、ガープといえばルフィ以上に豪快かつ自由な人物で、難しいことは考えないという性格をしています。よってですね、知略に長けるタイプではないでしょう。しかし海軍として多くの功績を残し、さらには後進の育成にも力を入れていることから、海軍内でガープを嫌う人はいないというほど人望の厚さが目立ってます。よって統率力は高めと言えます。次に正義について、ガープの正義の内容については明らかになってないんですが、ガープは海軍としての型にはまらない考え方や行動が目立っている一方で、理不尽な現実とも折り合いをつけるような現実主義者で、海軍の秩序を乱してでも自分の正義を実現するというような強硬的な考え方は持ってません。次に忠誠心の低さについて、ガープは海軍よりも立場が高い天竜人に対し強い嫌悪感を抱いているという点では忠誠心は低いんですが、海軍内においてはですね、戦国など上司からの命令に忠実に従う姿勢を見せ、海軍に対する忠誠心は高いと言えます。そして最後に民間人への悪影響について、海軍の英雄とも称されるガープはその名の通り民間人の安全を守るために尽力しています。実際にゴッドバレ事件では天竜人に対し強い嫌悪感を抱いているにもかかわらず、天竜人とその奴隷たちを守るために戦っているぐらいなので嫌悪感を抱いておらず、守る対象として認識している民間人に対しては決して危害を加えるようなことはしないと言えます。そのため民間人への悪影響は決して考えられません。ではここからは総評です。強さに関するですね、階級、戦歴、統率の3要素を考慮すると、ガープは対象以上でかつロジャーにも匹敵するような強さを誇っていることがわかります。一方で思想の危険度に関する正義、忠誠心の低さ、民間人への悪影響の3要素は全体的に低めの評価になっているので、ロジャーの懸賞金額である55億6480万ベリーを基準にしつつ、危険度の低さを差し引いた金額が懸賞金としてふさわしい額になると言えます。それでは結論発表します。ガープの懸賞金予想金額は50億2000万ベリー、ロジャーの懸賞金額から少し割り引いた金額であり、なおかつガーを5、プーを2に当てはめることができることから、この金額は妥当と判断しました。ただしガープは最強クラスですが、思想的な危険度が皆無に等しいので、振れ幅は大きく、低ければ30億ベリー程度、上振れたら50億2000万ベリーと予想します。次は仏の戦国の異名もある戦国についてです。果たして前世紀の戦国はどれぐらいの金額になるのでしょうか。まずは階級について、マリホドでの頂上戦争終結後に元帥を辞任し一線を退いた戦国は、現在では大目付として海軍に正規を残し、新世代の新兵の育成に当たっています。次に戦歴について、戦国は実際に戦っている様子はほとんど見られないんですが、24年前には金獅子の式をガープと共に打ち破り、かなりの強さが伺えます。またマリホドの頂上戦争ではマリホドを沈めようとする黒ひげと交戦、たったの一撃で黒ひげを吹っ飛ばしています。次に統率力、戦国は知将との異名が付けられているように、知略を巡らせ的確な指示で海兵たちを動かし、確実に職務を果たすことを得意としています。実際に頂上戦争ではですね、パシフィスタを使い海賊たちを挟み撃ちにする策や、包囲壁によって白ひげ海賊団を殲滅する策を実行し、白ひげ海賊団をはじめとする海賊たちを幾度となく窮地に陥れています。また部下からの信頼も非常に厚く、人望の厚さが見て取れます。次は正義について、戦国が掲げる正義といえば君臨する正義、君臨する正義は自分たちが絶対的な脅威として存在することで、海賊などの悪党たちを畏怖させ結果的に人々を守ろうとする考え方です。その他にも頂上戦争では黒ひげに対し仁義という名の正義を口にし、仁義と正義をイコールで捉えていることがわかります。この2つの正義から考えると、戦国は仁義を重んじた上で絶対的な脅威として君臨することを信念としているので、どんな悪どい手を使ってでも海賊を滅ぼすというような強硬的な姿勢を持っていないと言えます。次に忠誠心の低さについて、
戦国は海軍の職務を忠実に実行し、海軍として模範的な姿勢を示していたことから忠誠心はかなり高いです。そして最後に民間人への悪影響についてです。戦国は市政の人々の安全を第一に考えているので、民間人に悪影響を及ぼすようなことは決してしません。実際にインペルダウンレベル6から脱獄者が出たことに関して、世界政府から包み隠すようにと指示された時には化粧を変えて激怒し、民間人を危険にさらすようなことをするぐらいなら政府に立てつくことも厭わないというような考え方を持っていると言えます。ではここからは総評です。強さに関するですね、階級、戦歴、統率力の3要素を踏まえて判断すると、戦国は海軍のトップとしてふさわしい強さを誇っているんですが、統率力の高さが戦国の強さの真髄であり、戦闘力としてはガープには及ばないと思われます。しかし前世紀を遠に過ぎているにもかかわらず、長城戦争では黒ひげをたった一発で吹き飛ばしているので四皇に匹敵する戦闘力を持っていると言えます。一方で思想の危険度に関するですね、正義、忠誠心の低さ、民間人への悪影響の3要素はかなり低い評価になっているので、四皇の中では世界をどうこうしようと考えていないシャンクスが基準値になると思います。それでは結論発表します。前世紀の戦国の懸賞金予想金額は41億1590万ベリ、第1053話時点でのシャンクスの懸賞金を少し上回り、なおかつ戦国の名前から1000と59が導き出せるので、この金額は妥当だと判断しました。次は第3冒頭の通称があり、ガープ戦国と同期である鶴についてです。果たして前世紀の鶴の懸賞金はどれぐらいの金額になるのでしょうか。まずは階級について、鶴は第3冒として作戦を指揮する立場にあるんですが、階級としては中将となっています。次は戦歴について、鶴の戦闘描写ほとんど描かれてないんですが、十数年前にはドフラミンゴを追いかけ回していたり、ドレスローザ編が終わってドフラミンゴを護送した時にはフジトラと戦国とともにジャックからの襲撃を返り討ちにしていたりと、中将の名にふさわしい戦歴を誇っています。次に統率力、鶴は第3と称されていることから知略に長けた人物だと言えます。また鶴はドフラミンゴですら従ってしまうほどの懐の深さを兼ね備えており、人望の厚い人物であることが予想できます。次に正義について、鶴が掲げる正義といえば清らかなる正義。これは鶴の能力はウォシュウォシュのみであり、あらゆるものを選択し、選択された人間は少し心が綺麗になるという特徴を持っていることも関係があると思われるんですが、清らかであることを掲げている以上、悪党を滅ぼすためにどんな汚い手でも使うというような考え方とは対立する考え方だと言えるので、強硬的な姿勢は持っていないと評価できます。次に忠誠心の低さ、鶴は冷静沈着かつ忠実に任務をこなしているので忠誠心はかなり低いと言えます。そして最後に民間人への悪影響についてです。鶴はガープや戦国とともに海の平和を守ってきたことから、二人と同様に民間人を傷つけないことを信条としていたと考えられます。よって民間人に悪影響を与えるようなことは決してしないと言えます。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、鶴はズバ抜けた統率力の高さが際立っているだけではなく、ドフラミンゴが鶴の追跡から逃げ続けていたということから、ドラミンゴ以上の強さを誇っていたといえます。また前世紀には戦国やガープと並び伝説級の海賊たちを相手に渡り合ってきたので、鶴の強さは中将の枠に収まりきらないほどだと思います。一方で思想の危険度は極めて低いので、危険度を考慮し懸賞金がさらに上がるということはありません。それでは結論発表します。鶴の前世紀の懸賞金予想金額は15億2600万ベリ、四皇幹部を超える金額であり、なおかつ鶴を2と6に当てはめられることから、この金額は妥当だと判断しています。次は赤犬の通称で知られる杯について、果たして懸賞金はどれぐらいの金額なのか。まずは階級について、2年前の長城戦争時点では大将、現在では元帥となっており順風満帆に出世街道を歩んでいると言えます。次は戦歴について、長城戦争ではエースの腹を貫きエースを倒したり、白ひげには顔の半分を焼き払う致命傷を与えていたりと、海軍の中で一番の活躍を見せていました。また長城戦争が終わり戦国が元帥を退任した時には、元帥の座を争い青木事故と九山と対立し、パンカーザードで10日間にもわたる決闘の末勝利を収めています。このように赤犬は輝かしい戦歴を誇っていると言います。次に統率力、赤犬は味方の海兵だろうと海軍としてふさわしくない行動を見せた場合には容赦なく始末しているんですが、このような過激な態度もですね、海軍の中では賛同を得られていることも多く、赤犬を慕う海兵が多く存在していることも事実であり、人望も厚いと評価できます。さらに長城戦争ではスクワードに白ひげを襲わせる作戦の実行役を担い、頭が切れる人物であることも見て取れます。よってですね、統率力も優れていると言えるでしょう。次に正義についてです。赤犬が掲げる正義といえば徹底的な正義、人間は正しくなければ生きる価値なしという考えをモットーに過激な正義を貫き、悪は可能性から根絶やしにすべきだという過剰にも思えるほどの正義感を持っています。このようにですね、かなり強硬的な姿勢の持ち主だと言えるんです。次に忠誠心の低さについてです。赤犬は過激な正義を掲げながらも、あくまでも任務を忠実に遂行し海軍のためを思って行動しているので忠誠心は高いと言えます。そして最後に民間人への悪影響について、
てです。赤犬はバスターコールで大原に侵攻した時に、ポーネグルフの研究に関係のない島民が乗っていた避難船に対しても砲撃し、海に沈めています。このように赤犬は悪を滅ぼすためならたとえ民間人が犠牲になってもお構いなしという考えのもと、実際にこうした行動をしているので民間人に対してかなりの悪影響を与えると言えます。ではここからは総評です。強さに関するですね、階級、戦歴、統率力の3要素を踏まえて判断すると、赤犬は海軍のトップにふさわしい戦闘力に加え、優れた統率力も兼ね備え、歴代海軍の中でも指折りの強さを誇っていると言えます。しかし瀕死の白ひげにはとどめをさせず、逆に地面に叩きつけられていたことから、白ひげの強さにはやや劣ると評価できます。よって懸賞金額としては白ひげの50億4600万ベリーに少し及ばないほどの金額となるでしょう。また思想の危険度が非常に高いので加算事情として判断しています。それでは結論発表します。赤犬の懸賞金予想金額は48億1600万ベリー、白ひげの懸賞金額を少し下回り、なおかつ赤犬の誕生日が8月16日であることから、この金額は妥当だと判断しました。次はキザルの通称で知られるボルサリーノについてですが、果たして懸賞金額はどのぐらいの金額になるのでしょうか。まずは階級についてです。キザルは2年前の頂上戦争の時から現在にかけ大将として職務に当たっています。次に戦歴について、キザルはシャボンディ諸島編で登場し、超新星のルーキーたちを相手に圧倒したものの、元ロジャー海賊団副船長のレイリーに対しては互角の戦いを強いられていました。とはいえ頂上戦争ではルフィに瀕死の重傷を負わせたり、マルコンに海楼石の手錠をかけるなどの活躍を見せたものの、突如現れたベンベクマンから銃を向けられた時には手を挙げて降伏の意思も見せています。このようにキザルは格下との戦いにおいては相手を圧倒する活躍を見せるんですが、格上相手には押される展開が多く、戦略としてはやや物足りない結果となっています。次に統率力について、基本的に一人で行動することが多く、人望が厚い様子はあまり見られないんですが、部下の戦闘丸からはおじきと呼ばれ慕われています。また知略を巡らせる描写も見られないんですが、少女戦争ではルフィが処刑台にたどり着いた時に遠距離からエースの手錠の鍵を破壊し、起点が聞くことが見て取れます。よって高めの評価としています。次は正義についてですが、キザルが掲げる正義といえばどっちつかずの正義です。これは同時期に三大将と呼ばれていた青騎士がですね、だらけ切った正義を掲げ、赤犬が徹底的な正義を掲げていたことから、この対照的な二人を俯瞰して眺め、間を取った正義を掲げるに至っているんです。よって基本的にはひょうひょうと振る舞いながらも、時には赤犬のような強硬的な姿勢を見せることもあると思われるので、中間的な評価としています。次に忠誠心の低さについて、キザルは赤犬や青騎士のように極端な考え方を持つことはなく、バランスの取れた考え方を持っているので、自分の考えを強く押し出すことなく、忠実に与えられた任務をこなすことを得意としていると言えます。よって忠誠心がかなり高いと思われます。そして最後に民間人への悪影響についてです。作中では民間人に被害を与えるような描写は見られないんですが、正義の内容を踏まえるとですね、赤犬の徹底的な正義も一部合わせ持っていると言えるので、時には民間人への被害もやむを得ないと考え行動することもあると思われます。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、海軍本部大将にふさわしい実力の持ち主であると思われます。ただし赤髪海賊団ナンバー2であるベックマンに牽制されていた。しかし最後はキザルがベックマンから逃れているので、ややキザルの方がベックマンより上の可能性もあります。また2年前までは赤犬と同列の大将だったことからも、強さ的には赤犬の方が強いとしても、赤犬と大きく強さは変わらないと思われます。となるとベックマンと赤犬の中間地点の評価ぐらいでしょうか。それでは結論発表します。キザルの懸賞金予想金額は35億ベリー、新旧4校ナンバー2で最高額を誇ると思われるベックマンより上であり、赤犬の48億1600万ベリーの中間地点くらいのこの金額は妥当だと思われます。次はフジトラの通称で知られる一章についてですが、果たして懸賞金はどのくらいの金額になるのか。まずは階級について、フジトラは頂上戦争後に行われた世界徴兵にて大将に任命されています。次に戦歴についてですが、ドレスローザ編ではドフラミンゴとローを巨大な隕石で襲撃したり、サボと交戦して引き分けに終わったりと、強敵相手に一歩も譲らない戦いを見せています。しかし戦いはどれも余力を残したもので、まだ全力を出した実力は披露されていません。よって現時点での戦歴としては高めの評価に努めています。次に統率力について、ドレスローザ編では民間人への被害を抑えるために素早く人数を把握させたり、救護班を手配したりと的確な指示をしており、頭が切れる様子が見て取れます。東映海兵としての経験が浅いためか、部下からはフジトラの指示に従って疑問の声が上がることも多く、人望がそこまで高いとは言いません。よって中間的な評価に留めています。次に正義について、フジトラの掲げる正義といえば仁義ある正義、任侠のような見た目と性格をしているように、フジトラは海賊に対しても仁義を通すほど仁義を大切にしています。実際にドレスローザ編の終盤でドラミンゴが倒された後には、政府の非を認め陸王に土下座し謝罪し、いかに仁義を重んじているか理解することができます。よってフジトラは仁義がなければ大それた行動に出ることはできないんです
が、逆に仁義さえあればどんな行動を取ることもできるので、場合によっては強硬的な姿勢を取ることもあります。よって中間的な評価としています。次に忠誠心の低さについて、キジトラは良くも悪くも海軍としての経験が浅く、海軍の型にはまらない考えが落ちているので、上司にあたる赤犬からの命令にも強く反発しているように忠誠心は低いです。しかし海軍としての役割を忠実に果たそうとしているので、忠誠心が全くないとは言えません。そして最後に民間人への悪影響について、ドレスローザ編で敵の数を第一に把握しようとする海兵に対し、まず数えるべきは守るべき人の数だと説いているように、フジトラは何よりもですね、民間人の安全を優先していることがわかりますよね。またフジトラは王家七部会制度の撤廃を悲願としていたんですが、その理由はですね、七部会によって苦しめられている民間人のことを第一に考えているからなんです。つまりフジトラは王家七部会制度によって海軍や世界政府が強い兵力を手に入れ、四皇に対抗できるというメリットよりも、苦しめられている民間人の平穏の方が大きいと判断しているんです。これらのことからフジトラは決して民間人に悪影響を及ぼすような行動を取ることはないと言えます。ではここから総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、今や遠征と呼ばれるサボと互角の強さを誇っているので、海軍本部対象として引けを取らない強さを誇っていると言えます。ただし現状では4校レベルの海賊を相手にしたことはなく、強敵相手の立ち振る舞いが見えないので、キザルより劣る実力だと評価。それでは結論発表します。フジトラの懸賞金予想金額は28億1000万ベリー、キザルの金額よりやや少なく、なおかつフジトラの風を8等10と読み替えることができることから、この金額が妥当だと判断しています。次は緑牛の通称で知られる荒牧についてです。果たして懸賞金はどのぐらいの金額になるのでしょうか。まずは階級についてです。緑牛は頂上戦争後に行われた世界長編にて、フジトラと同時に大将に任命されています。次に戦歴についてですが、第1053話でワノ国に上陸した緑牛は百獣海賊団の残党たち全員を一網打尽にしているので、いくら百獣海賊団が敗戦により満身創痍だったといえども、とんでもない実力を持っていることがわかります。また第1054話と第1055話では赤座役人男を相手に余裕の戦いぶりを見してるんですが、ヤマトの覇気の強さに頭を抱えたり、モモノスケのボロブレスに焦っていたり、シャンクスの覇王色の覇気にビビっていることから、大将としてズバ抜けた実力の持ち主だとは言えません。よってですね、高めの評価に留めています。次に統率力について、緑牛は登場してからというものの部下を引き連れている姿が一切描かれておらず、またですね、赤色の忠告も聞かずに単独行動に出ているので、組織的な行動は不得意である可能性が高い。よってですね、統率力はあまり高くないと考えられ、中間的な評価となっています。次には正義についてです。俺は大好きなんだ、あの人の徹底的スタイル。緑牛の正義の内容は明かされていないんですが、第1053話の緑牛の発言によると、緑牛は赤犬の徹底的なスタイルを気に入り、赤犬のことを慕っていることがわかるので、緑牛の正義の内容も徹底的な正義に近いものであると思われます。よって強硬的な姿勢を持っていると言えます。次に忠誠心の低さについてです。緑牛は赤犬を慕うがあまり、赤犬からの忠告を無視してしまっているので、命令を忠実に聞くようなタイプではないと思われます。よって中間的な評価にとどまっています。そして最後に民間人への悪影響について、これまで民間人に対して危害を加えるような描写は描かれてないんですが、赤犬の徹底的なスタイルを崇拝していることから、緑牛も赤犬のように悪を滅ぼすためなら民間人に被害が及ぶこともやむを得ないと考えていると思われます。よって民間人へ悪影響が及ぶ可能性は高いと言います。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、ワノ国編で次々と4校幹部を打ち破っていた赤座屋たちを手玉に取っているので、かなりの強さを誇っていると思われます。しかし桃之助のボロブレスに焦っていたり、シャンクスの覇王色の覇気を感じてですね、ビビって逃げ出していることから、大将としてズバ抜けた実力を持っているわけではありません。しかし思想の危険度が高いので、加算事情として考慮しています。それでは結論発表します。緑牛の懸賞金予想金額は29億9000万ベリー、思想の危険度からフジトラをやや上回る懸賞金額であり、なおかつ緑牛のですね、空を9、牛を9と読み替えることができることから、この金額が妥当だと判断しました。次は相撲官についてです。果たして懸賞金はどのぐらいの金額になるのでしょうか。まずは階級について、相撲官はアラバスタの政府によるもみ消しの意見で、大佐の地位のままでは我を通すことは無理だと感じ、上まで上り詰めることを決意し、エニースロビー編集領事には準将、2年後には中将にまで上り詰めています。次に戦略について、新世界編に入ってからはいいところがなく、パンカーザート編ではロートベルゴドラミンゴに敗れてしまっています。このように相撲官は強敵相手にいいところを見せられていないので、中間的な評価にとどめています。次に統率力について、相撲官は自分自身が上層部に反発してでも自分の責任を誇って貫き通すような性格であり、海兵としては問題児であるため、同じような荒くれ者の海兵をまとめ上げるカリスマ性を持っています。しかし綿密に作戦を練って行動するタイプではないので、高めの評価にとどめています。次に正義についてですが、相撲官の正義の内容は明かされていません。しかし相撲官は海賊はどこまで行こうと海賊という価値観を持ち、海賊に対してかなり強い敵対心を持っているんですよね。よってですね、強硬的な姿勢を持っていると思います。次に忠誠心の低さについてです。
。相撲官は会議の中でももともと問題児で、我を通すために地位を上げようと考えているように、基本的には上の人間に従うような人間ではありません。よって忠誠心はかなり低いと言います。そして最後に民間人への悪影響についてですが、相撲官は海賊に対してはですね、強硬的な姿勢を貫いているんですが、民間人に対しては非常に優しく、ローグタウンで初登場した時には自分にアイスクリームをぶつけてきた子供に対し、もともと食べていたアイスクリームよりも高いアイスが買える小遣いを渡しているんです。このように民間人に対してはかなり意外なんですが、柔和な姿勢を持っているので、民間人に悪影響を与えるようなことはしないと思います。ではここからは総評です。強さに関するですね、階級、戦歴、統率力の3要素を踏まえて判断すると、スモーカーはドフラミンゴやベルゴなど強敵との戦いでいまいちいい結果を出していないんですが、中将としては有望株の方だと言えます。そしてスモーカーは七部会だった頃のローに敗れているので、ローの懸賞金額は一定の基準になると思われます。また思想の危険度についてはですね、比較的高い評価となっているんですが、民間人に対してもなりふり構わず被害を与えるようなタイプではないので、そこまで懸賞金額が釣り上がるものでもないでしょう。それでは結論発表します。スモーカーの懸賞金予想金額は6億9000万ベリー。ファンカーザード編ではですね、ローに負けていることからローの4400万ベリーよりも低い金額だと思われるんですが、そこからローがかなり成長を遂げているように、スモーカーもある程度成長していると思われます。またスモーカーは黙々の身の能力者であり、モを6、クを9と当てはめられることから、6億9000万ベリーが妥当だと判断しています。次はコビについてですが、果たして懸賞金はどれくらいの金額になるのでしょうか。まずは階級についてです。海軍に入隊してガープに拾われたコビはメキメキと実力をつけ、エニュースロビー編集医療時に再登場した時には総長、2年後に再登場した時には大佐にまで上り詰めており、かなりのスピード出世を果たしています。次は戦歴について。レベリー編で登場した時にはコビがロッキーポート事件で市民を守った英雄と呼ばれていることが明らかになっているんですが、ロッキーポート事件とはですね、ローが死亡者として勃発した事件で、これを機にローの懸賞金が4億4000万ベリーにまで上昇していることから、かなりの規模の事件であったことが分かります。よってコビは億超えの海賊を相手に大活躍を見せたんだと思われます。そのためコビは大佐として申し分ないほどの戦歴を誇っていると言えるでしょう。次に統率力について。コビは大佐として部下の海兵を従える立場にありながら、今はまだ上官からの命令を受けて任務に当たっていることが多いので、統率力が高いとは言えません。とはいえ真面目に任務をこなし、同僚からの信頼も厚いと思われるので、中間的な評価にしています。次は正義についてです。コビの正義の内容は明らかになっていません。しかし頂上戦争では目的を果たしたにもかかわらず、さらに無駄な血を流すべきではないと考え、赤犬の前に立ちはだかっていることから、何としてでも悪を滅ぼすというような強硬的な姿勢を持っているとは言えません。次に忠誠心の低さについてです。コビは上官からの命令を真面目に忠実にこなしているので、忠誠心は高いと言えます。とはいえ必要があればですね、上官に立ち向かうこともあるので、忠誠心は高めだと言えます。そして最後に民間人への悪影響についてです。コビはロッキーポート事件で市民を守った英雄と呼ばれていることから、民間人の安全を第一に考えていることが分かりますよね。よって民間人に悪影響を与えるようなことは決してしないと思います。ではここからは総評です。強さに関するですね、階級、戦歴、統率力の3要素を踏まえて判断すると、ローが起こしたロッキーポート事件という大事件で英雄と呼ばれるほどの大活躍を見せていることから、少なくとも1億の大台には乗っていると思われます。とはいえソードの隊長であるドレイクの懸賞金が2億2000万ベリーであることから、ソードの隊員に過ぎないコビーはドレイクの懸賞金を下回っていると言えます。またですね、思想の危険度については低めの評価としています。それでは結論発表します。コビーの懸賞金予想金額は1億5130万ベリー、1億を超えてかつですね、ドレイクを下回る金額であり、なおかつコを5に当てはめることができ、 B をアルファベットにすると1と3に見えることから、この金額が妥当だと判断します。次は田主義についてですが、果たして懸賞金はどれくらいの金額なのでしょうか。まずは階級についてです。初登場時は総長、アルバスタの一件で少尉に昇格し、2年後には中将となったスモーカーの部下として登場し、コビーと同じ階級の大佐にまで上がっています。次に戦歴についてですが、新世界編に入ってからはパンクハザード編で登場し、ドンキホーテファミリー幹部のモネと対決しています。この戦いでは劣勢が強いられるんですが、ゾロの手助けも受けてですね、最終的にはとどめを刺すことに成功。このようにゾロの手助けを受け、なんとか七部会の幹部級の人物を倒したに過ぎなので、戦歴としては低い評価となっています。次に統率力について。田重は現在所属している G5 支部の中でスモーカーに次ぐ立場ではあるんですが、部下の海兵たちからアイドル的な扱いを受けて慕われています。しかし部下を的確に指揮して任務をこなしているというわけではないので、特に統率力は高いというわけではないんです。よって中間的な評価としています。次に正義について。田重の正義の内容は明らかになってません。しかしスモーカーと共に行動し、スモーカーの影響を強く受けていると思われることから、田重はスモーカーと同様にですね、海賊に対し強い敵対
心を抱いていると思われます。とはいえスモーカーほど強硬的な姿勢を持っていないと思われるので中間的な評価としています。次に忠誠心の低さについてです。タシギはスモーカー同様アラバスタ編でクロコダイルの暗躍とルフィの活躍を揉み消そうとした上層部に対し疑念を抱いていることから忠誠心は高くはないです。とはいえタシギは生真面目な性格をし忠実に任務をこなしているので忠誠心の低さについても中間的な評価にとどめています。そして最後に民間人への悪影響についてです。タシギはアラバスタ編で国を守るためにバロックワークスと戦いパンクハザード編では巨大化の実験体となっていた子供たちを家に送り返す役目を担っているように民間人を守ることを第一に考えていることがわかりますよね。よってですね民間人に悪影響を与えるようなことは決してしません。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断するとタシギはモネを最終的には倒しているものの劣勢を強いられる展開が多かったのでモネとほぼ同等の実力を持っていると思われます。よってモネの懸賞金額が基準になるんですがドンキホーテファミリー幹部の懸賞金額は平均して約5000万から6000万ベリーなのでおそらくモネの懸賞金も5、6000万ベリーだと思います。しかしその金額はドフラミンゴが七部会に加入した10年前時点のものなので成長を果たした今ではモネも1億ベリー近くになっていると思われます。それでは結論発表します。タシゲの懸賞金予想金額は1億4900万ベリー基準値である1億ベリーを超え成長の余地を見込んだ金額となっています。またタシゲの相手はシグレなんですがシグレに4、9、0を当てはめることができるのでこの金額は妥当だと判断します。次はヒナについてですが果たして懸賞金はどのくらいの金額なのでしょうか。まずは階級についてです。ヒナはスモーカーの同期でありアラバスタ編集版に初登場した時には当時のスモーカーと同じ大佐だったんですが2年後には階級を2つ上げて少将となっています。次に戦歴について、ヒナはアラバスタ編の終盤でボンクレイを倒し捕獲そしてマリンフォードの頂上戦争で登場した時にはルフィの前に立ちはだかったんですがギアセカンドのルフィの動きについていけずあっさり逃げられた。このようにヒナはいまいち活躍を見せられていないので戦歴の評価は低くなります。次に統率力について、入隊当初から優等生だったヒナは上官からの評価も高く非常に信頼が厚いと言えます。また部下になったジャンゴとフルボディはヒナに心酔しこの二人からの人望は非常に厚いと言えます。しかし部下を率い海軍として功績を残したこともなく指揮する能力があるというわけでもないでしょう。よって統率力の評価は高めに留めています。次は正義について、ヒナの正義の内容は明らかになってないんですがヒナは海軍の優等生であることから規則を守る模範的な人物であるといえ強硬的な姿勢は持ってません。次に忠誠心の低さについて、優等生であるヒナは上官からの信頼も厚いことから上官からの命令にも忠実に従うタイプであると思います。よって忠誠心もかなり高いと言えます。次に民間人への悪影響について、ヒナは模範的な海兵であるので民間人を守ることを第一に考えていると思います。よって民間人に悪影響を与えるようなことは決してしないと言います。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断するとヒナは少将なので中将のスモーカーよりは低く大佐のコビーやタシギよりは高い金額、とはいえ戦闘能力的にはですねコビーとタシギと比べ明らかに上回っているとも言えないので懸賞金の金額は大差がないと思います。それでは結論発表します。ヒナの懸賞金予想金額は1億7700万ベリー、コビーとタシギの懸賞金額を若干上回りなおかつヒナのナを7に当てはめられることを踏まえこの金額は妥当だと判断します。次は戦闘丸についてですが果たして懸賞金はどのくらいの金額なのでしょうか。まずは階級についてです。シャボンディ諸島編で初登場を果たした時にはまだ正式な海兵ではなかったんですが2年後にシャボンディ諸島にて登場した時には正式な海兵となり海軍本部科学部長という役職についてます。また階級について明らかになってないんですが海軍特殊科学班 SSG のスゲモを率いているという可能性もあって特別な地位についているかもしれません。次に戦歴について、シャボンディ諸島編で麦わらの一味と対した時にはルフィを圧倒しあと一歩のところまで追い詰める、さらに頂上戦争ではハンコと対峙し勝敗こそないもののあの韓国と互角の戦いを披露しています。よって実力的には上位の中将に匹敵するぐらいの戦歴を誇っています。次に統率力について、戦闘丸は基本的にパシフィスタを引き部下を引き連れて行動していないんです。よってですねサイボーグであるパシフィスタについては統率力が高いんですけども海兵への統率力は高いとは言えないので中間的な評価に。次は正義について、戦闘丸の正義の内容は明らかになってないです。しかしキザルの直属の部下だったこともありキザルをおじきと呼んで慕っていることからキザルのどつつかずの正義に近い正義感を持っている可能性も、よってですね時には強硬的な姿勢を持つこともあると思われるので中間的な評価としています。次は忠誠心の低さについて、キザルなどを上官からの命令を忠実に遂行しているので忠誠心は高いです。そして最後に民間人への悪影響について、戦闘丸は民間人への被害を顧みずに行動している描写はないです。とはいえ強硬的な姿勢を見せた時には民間人への被害を及ぼす可能性もあるので中間的な評価としています。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると戦闘
と丸は七部会にとって代わる組織である SSG を率いている可能性もあり、七部会に匹敵する強さだと思われます。その中でも頂上戦争でハンコクとぶつかり合っていたことから、ハンコクと同等であると思われます。そしてハンコクに8000万ベリの懸賞金がかけられたのは10年以上前のことなので、今改めて懸賞金がかけられるとすれば、最低でも5億から10億ベリは下らないと言えるでしょう。それでは結論を発表します。戦闘丸の懸賞金予想金額は10億3100万ベリ、元桜花七部会クラスと同等の金額であり、なおかつ1000を3、等を10に当てはめられることから、この金額は妥当だと判断します。次は青生地の通称で知られるキューザーについてですが、果たして懸賞金はどのぐらいの金額なのか。まずは階級について、2年前には大将を務めていたんですが、戦国は元帥に退いた後、元帥の座を争って赤犬と対立し、パンクハザードで10日間にもわたる大激闘を繰り広げた。この戦いで敗れた青生地は海軍を退役し、現在では黒ひげに加担していると言われています。次に戦歴について、頂上戦争では一瞬の隙をついてジョズを氷付けにし、片腕を破壊し重傷を負わせた。さらに先ほども説明したように、さらに赤犬とは10日間にもわたって激闘を繰り広げたものの、惜しくも勝利を逃しています。またパンカーザード編のラストで登場した時には一瞬ドフラミンゴを氷付けにし、実力の違いを見せつけています。このように青生地は大将としても輝かしい戦歴を誇り、海軍のトップである赤犬ともほぼ互角の強さであったことから、戦歴は非常に高く評価しています。次に統率力について、20年以上の長い付き合いであるガープの影響を受けてか、自由気ままに行動することが多く、部下の海兵たちは手を焼いているように思います。とはいえですね、冷静沈着な考え方をし、機転が利く行動も見られるので、知略には長けている面もあります。よって高めの評価としています。次に正義についてですが、青生地が掲げる正義といえばだらけ切った正義。そしてパンカーザード編でスモーカーと再会した時には、俺は俺よと言っていることから、青生地の正義は今でも変わらずだらけ切った正義であると思われます。そしてこの考え方は強硬的な姿勢につながるものではないでしょう。次に忠誠心の低さについてですが、自由気ままな行動しながらも海軍内の規律には忠実に従っていました。とはいえですね、結果的に海軍を離れ自分なりに正義を貫いていることから、もはや海軍への忠誠心は残っていないと言えます。よって忠誠心は低めだと評価。そして最後に民間人への悪影響についてなんですが、もともと青生地はガープに影響を受け、悪を滅ぼすことよりも民間人を守ることを第一に考えていたと思われるんですが、黒ひげに加担していると言われている今は間接的に民間人への悪影響を与えるとも言えます。よって高めの評価としています。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、赤犬とほぼ合格の実力なんですが、最終的には敗れているので赤犬よりは低い懸賞金額になると言えます。そして思想の危険度については、正義を除いて高めの評価となっているんですが、これについても赤犬よりは危険だと言えません。よってですね、第1053話時点のシャンクスと同等ぐらいの懸賞金額になると思われます。それでは結論発表します。青生地の懸賞金予想金額は39億3000万ベリ、シャンクスの懸賞金額とほぼ横並びで、なおかつクザンという名前に9と3が含まれていることを踏まえ、39億3000万ベリが妥当だと判断します。次はワンピースフィルム Z のボスキャラであり、 Z の通称で知られるゼファンについてですが、果たして懸賞金はどれくらいの金額になるのか。まずは階級について、14歳で海軍学校に入学したゼファーは38歳に大将にまで上り詰めています。その後42歳の時に海賊からの報復により、最初失ったゼファーは大将を辞任し、以降は教官として後輩の育成に力を入れ、全ての海兵を育てた男とまで言われています。その後ゼファーは73歳の時にネオ海軍を結成、ネオ海軍総帥として活動を開始し、新世界を爆発により消滅させ、大海賊時代を終わらせることを目指し始めるんです。次に戦歴について、海軍時代の戦歴について詳しく明かされてないんですが、劇中においては終始ルフィたちを圧倒し、キザルを相手に互角の戦いを披露していたりと、前世紀の頃にはとんでもない強さを誇っていたことがわかります。よって戦歴については高く評価。次に統率力について、ゼファーは全ての海兵を育てた男と言われているように、かつての教え子たちから信頼が厚く、かなり熱い人望を持っていたと言えます。よって統率力についても高く評価。次に正義について、ゼファーは自分自身が正義になることを誓い、 Z になることを目指しているので、Z こそがゼファーの掲げる正義であると思われます。 Z というのはですね、子供が簡単に思い描く悪いやつを倒す正義の味方のことを言います。そして劇中の最後でゼファーはですね、自分が海賊のようにやりたいことをやっているだけだと自覚し、そんな Z は間違いだと考え直してるんですが、それでも自分の信念を貫いて一切反省する様子を見せてないので、自分のやりたいことを貫くことがゼファーの正義だと言います。よって強硬的な姿勢を持っていると言います。次に忠誠心の低さについて、ゼファーは全ての海兵を育てた男と言われ、
名教官であったことから忠誠心の高い模範的な海兵だったと思います。しかしですね、最終的には海軍に失望しネオ海軍を立ち上げているので忠誠心は低くなったと言います。そして最後に民間人への悪影響についてです。ゼファーは大海賊時代を終わらせるために新世界を大爆発で消滅させようと考えていたので、民間人への多大なる被害もやむを得ないものだと考えていました。よって民間人への悪影響もかなり高いと言えます。ではここからは総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、ゼファーはキザルを大きく上回る強さを誇っていたと言えます。しかし同期であるガープや戦国には届かないと思われます。そして思想の危険度については比較的高めの評価となっているので加算事情として判断します。それでは結論発表します。ゼファーの懸賞金予想金額は34億2000万ベリー、ガープと戦国には差をつけられているんですが、4校に匹敵する金額となっており、なおかつ Z の形がですね2に似ているということも踏まえ、34億2000万ベリーが妥当だと判断しました。次にベルゴについてですが、果たして懸賞金はどれくらいの金額なのでしょうか。まずは階級について、ベルゴは海軍本部中将であり G5 支部の基地長を務めていた人物なので、スモーカーの上司にあたる人物です。次に戦歴について、30相手に蹴り移動して戦った時には足にひびを入れるほどのダメージを与えていたり、ローの助太刀に現れたスモーカーを撃破するなど中将の中でもかなりの強さを誇っていると言えます。しかしですね、ローにはたった一撃で敗北を喫し、支部下にはかなわないほどの強さだと思います。ということで戦歴については中間的な評価としています。次に統率力について、ベルゴは本当はドン・キホーテファミリーの最高幹部だったんですが、中将として勤めている時には非常に温厚で物分かりも良く、部下からは良き上司として信頼を集めていたんです。よって仮の姿とは言ってもかなり人望が厚いと言えるので、統率力は高めの評価としています。次に正義について、中将としての姿は偽の姿なので正義は一切抱いてなかったと思われます。次に忠誠心の低さについてです。そもそもベルゴはドン・キホーテファミリーのために海軍に潜入していたのであり、海軍に対する忠誠心は一切ありません。そして最後に民間人への悪影響についてです。部下や市民を大切に思う姿は全くの偽物で、本章では部下や市民のことなど何とも思っておらず、長い間一緒に過ごしてきた部下さえも容赦なく始末していることから、民間人に対しても躊躇なく被害を加えることができます。ではここからは総評です。強さに関する階級、戦歴、統率力の3要素を踏まえて判断すると、ベルゴの強さはパンクハザード編時点でのスモーカーを上回り、支部会当時のローを下回るものであると言えるので、懸賞金額は4億ベリー前後だと思われます。ちなみにですね、ベルゴより現時点のスモーカーの懸賞金の方を高くしているのは、ベルコがパンクハザード編で死んでいて成長が見込まれていないことと、パンクハザード編以降麦わらの一味同様にスモーカーの成長も見越し、スモーカーの懸賞金をベルゴ以上としています。そして思想の危険度についてはもはや海軍ではなく海賊の思想そのものなので、かなり危険だと考え加算事情として判断します。それでは結論発表します。ベルゴの懸賞金予想金額は3億7500万ベリー、騎士部会当時のローを下回る懸賞金額なので、この金額は妥当だと判断します。次はロシナンテについてですが、果たして懸賞金はどれくらいになるのでしょうか。まずは階級について、ロシナンテはドン・キホーテファミリー最高幹部2代目コラソンだったんですが、その正体はなんと貨幣であり、戦国の直属の部下で中佐を務めていました。次に戦歴について、ロシナンテはほとんど戦闘シーンが描かれておらず、実際に戦った場合の強さを予想することは非常に難しい。しかし裏切りを知ったベルゴによって瀕死の渋滞になるまでボコボコにされていることから、戦闘能力はそこまで高くないと思われます。次に統率力について、ロシナンテはドン・キホーテファミリーにたった一人で潜入し、部下は特にいなかったようなので、統率力の高さを伺い知ることは不可能。しかし子供の将来を真剣に考え、ローを救うために危険を冒したりと優しい一面が垣間見えるので、人望は決して低くないと思われます。よって中間的な評価としています。次に正義について、ロシアンテの正義の内容は明らかになってませんが、実の兄であるドフラミンゴを化け物扱いしたり、ローの命を救うため危険な目に遭うことも顧みなかったりと、非常に心優しい性格をしていたと言えるので、正義の内容としても他人を傷つけることない温厚なものだったと思います。よって強硬的な姿勢は持っていないと言えます。次に忠誠心の低さについてですが、ドン・キホーテファミリーに潜入したロシナンテは忠実に任務を遂行し、海軍に情報を漏らしていたのでかなり忠誠心が高かった。また海軍の任務を中断した時もですね、ローの命を優先したための結果なので、決して海軍を裏切る意思を持っていたわけではないんです。よって忠誠心はかなり高かったと言えます。そして最後に民間人への悪影響についてです。ロシナンテは幼少期に一般市民によってひどい扱いを受けていたにもかかわらず、復讐心を抱くことなく、むしろ海軍となって民間人の平和と安全を守るため行動していたので、民間人に悪影響を及ぼすことは決してないと言います。ではここから総評です。強さに関する3要素を踏まえて判断すると、ロシナンテは決して強い人物だったとは言えません。また思想の危険度もかなり低く、危険度を考慮し懸賞金の額が上がるということもありません。それでは結論発表します。ロシナンテの懸賞金予想金額は9900万ベリー、中佐という階級、ロシナンテの強さと危険度を考慮するともっと低い金額になりそうなんですが、ドン・キホーテファミリーの最高幹部の懸賞金がですね10年前の時点で9900万ベリーで統一されていることから、
からロシナンテの懸賞金額としてもこの額は妥当だと判断しています。その他にもフジトラや六牛とともに海軍対象候補になっていたモモウサギことギオンとチャトンこと時掛けなどはフジトラや六牛クラスの懸賞金になると思われます。という感じで全てをまとめるとこんな感じになります。やはりダントツでトップはガープでしょうか。続くのが戦国と赤犬の原石コンビ。赤犬については戦国よりも下にしたかったんですが、懸賞金は実力と思想も加味されるので赤犬の危険な思想から非常に高く評価しています。続いて青キジこと福山、続いて海軍大将のゼファー、キザル、フジトラ、緑牛、そして中将のオツル、その後ろには戦闘丸、最終章で成長していると思われるスモーカー、さらに後ろには亡きベルゴ、ヒナ、コビー、タシキ、ロシナンテとなります。という感じで皆さんはどれくらいになると思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。